はい、おはようございます。増田です。脇毛ボーンということですね。今日ですね、脇毛ボーン大丈夫ですか、わかんないですけれども、行ってみたいと思います。行ってみたいと思います、ね、もう行った後に言ったらダメなんですけど、はい、いつもですねブログをご覧になってくださって本当にありがとうございます。今日もですね相談がですね来てますんで、ですね、それに お答えしていきたいと思います。今日はですね、小山さんという方からですね相談をいただいています。ブログ楽しく拝見させていただいております。セミナーも参加したいと思っています。苦手な患者さんとの接し方でいい方法があれば教えていただきたいです。よろしくお願いしますということなんですけれども、小山さんどうもありがとうございます。今日はですね接客のですね接し方ですね、接客、この接客ってですね、僕よく思うんですけれども、接客で決まりますよね、その治療院って、はっきり言って。ね、苦手な人、苦手な人の、ですけれども、これまずですね、もう苦手な人はですね、取らないですね。この人、なんかこう、電話かかってきて予約とかしたときにですね、予約してくるときにですね、苦手な人って、なんか喋ってて分かるじゃないですか、こう話通じないとか。ね、苦手な人たちのですね、をまず取らないということですね。これですね、なんでですね、そういうことを言うのかって言ったらですね、結局のところ、いい患者さん、良い患者さん、いい患者さんというのはですね、自分とフィーリングが合う患者さんがいい患者さんじゃないですか。こういう人たちって通ってくれてません？少なくともですね、僕の弟子とか僕とかっていうのはですね、いい患者さんっていうのはですね、通ってくれるんですね。もちろん技術がもっと良ければいいんですけれども、技術が多少悪くてもですね、通ってくれている人たちがいい患者さんです。でもこういう人たちってフィーリングが合う、フィーリング、このフィーリングで大事にしてほしいんですけれども、例えばね、こんなんどうかっていうのはですね、めっちゃお金落としてくれるけれどもめっちゃ苦手って人いません？めちゃ僕はいたんですけれども、僕はですね、確かにお金を儲けたいし、お金を稼ぎたいし、取り上げ上げたいと思いますけれども、でもですね、自分の、まあ、精神をすり減らしてまでですね、お金欲しくないと思ってるんですね。なんで、この患者さんのフィーリングがどうとかとかって今ありますけど、でもね、そんなのをですね、完璧に、まあ、自分でできたと思ってても、やっぱりその、小山さんが言うようにですね、苦手な患者さんってやっぱいると思うんですね。じゃあ苦手な患者さんはどういうふうに接しればいいか。もうで、いちいちこっちから喋らないことですよ。だんだかんだ。で、会話が途切れたりして、静かになる時があるじゃないですか。その時にですね、もうわざわざ喋らない。なんて言ったって、僕らはですね、リラクゼーションじゃなくてですね、治療をしている立場としてですね、お医者さんが手術中に喋ってきたらどうします？うざいですよ。そんなもん別にね、苦手やろうが得意やろうがですね、別に何も喋らなかったらいいんですよ。もう淡々としていけばいい。ただそれだけでやっていけばいいと僕は思いますんで、ぜひですね、何も喋らずにですね、何時間施術するか分かんないですけれども、やってみてほしいですね。はい、そんな感じで、小山さんいかがだったでしょうか。またですね、質問などが追加あればですね、コメントをしていただければと思います。はい、そんな感じで、またですね、次回ですね、相談に受けていきたいんですけれどもですね、次回はですね、患者さんの満足度を上げるですね、うまい表現方法とかをですね、お答えしていきたいと思いますので、ぜひですね、次回もご覧になってください。それでは、今日も一日ですね、頑張ってください。また質問があればコメントからください。それでは、See you! Good luck!